うん、だからここの文章は僕よくわかんない、うん、ってことはイランとアメリカはなんかこうディールできるってことですね。一周回ってあのサンクションしました、でも報復攻撃で自分たちの立場を示しました、ただそれはアメリカにとって別に、いやそれはね、ちょっと違うんですよ。アメリカってやっぱサウジのね、あの手前があるから、ポリティカルに言えばね、あのディールしたいけどできないですよね、サウジとの手前。もうこれってサウジこの利害だけ考えれば別にサウジがどうなろうとアメリカここまでいいんですけど、ただサウジってやっぱ同盟国に、うん、あの基軸に入ってるんで、うん、だからやっぱりトランプとしてはさ心情的にね、うん、あのサウジに反する行動をしないですよ、ね、だからイランに対する制裁も彼は多分かなり疑問に持ってるんだと思うんですよ、うん、でも制裁を解除できないよね、うん、こうなっちゃうと、うん、で面白いことにね、これじゃなくてもう一つ今週水曜日にやった宇野塾のね議論でやっぱりそのオイルマーケットってイランの特集やったんですけど、イランはね石油の輸出がこの1年間で半減してるんですよね。半減ってどういうことだと、まだ半分輸出してるんだよ、うん、日本は輸出してるんだけど、まだだからなんていうかな、サンクションを徹底してるわけじゃないんだよね、うん、でそこら辺のところはアメリカも多分ね、アメリカもね徹底的にこうマキシマムなんとかサンクションって言ってるけど、マキシマムじゃないんだよね、うん、だからあの設計上のミスがあるっていうけど、意図的にミスを犯してんだよね、うん、だから暴発しない程度、うんうん、だ政治なんだよね、まさしく。で問題はですね、最大の問題はさ、ロウハニーとあのハメネイのこうスープリームリーダーと首相の関係がね、こっちは超反米、彼は首相の方はねあのサンクションを解除して経済国民の不満を収めたいで、問題は、はい、ちょっと待ってね、今画面開くから、はい、シェアしたよ。ありました、すいません。今ね、イランのね、あの例のサウジアラビアの爆撃の話、はい、話をしてます。でね、そういうことでイランがね、イランの問題はスープリームリーダーと、うん、ハメネイとローハニの対立があるわけですけど、スープリームリーダーって絶対的な権力を持ってるわけですよ。ただね、ただね、最近彼の側近が殺されてるんですよ。どっちハメネイの、うん、うん、だから要するにその反米で制裁して経済がもうギリギリまで落ちてる、うん、そのハメネイの考え方に反発、国民の反発があるんですよ、うん、だそれがねどこまでひどいのかってよく状況わかんないんだけど、だロウハニが支持されてる可能性がかなりあるんですね、うん、それが国内のどうなのか、でアメリカがどこまでそのハメネイをロウハニを支持していくのか、うん、だから非常にそのバランス舵取りが難しくて、完全に石油の輸出を禁止してしまうっていうと今度はロウハニの立場がなくなっちゃうから、うん、だから舵取りが難しいんですよね。でサウジとハメネイとロウハニとの関係ですよね、うんうん、でそういうことでもってそれをうまくバランス取りながらアメリカどうするかっていうのを注目する必要がある。でイランと戦争なんかもう全然考えてません、アメリカ。これ書いて日本の新聞が書いてかもしれないけど、じゃあそんなこと全然ありえない。だから要するに何が難しいかっていうと、サウジはどうでもいいんだけど、今の対面上ね、うん、イエメンなんか見ればいいけど、アメリカ軍なんか入ってませんよね、うん、武器売ってるけど、でそんな やってられないんで、サウジの軍事力って高橋入れてる、たかあの弱小国イエメンでさえ勝てないのね、ましかイランとのこうやってドローンなんでミサイル絶対勝てないから。でここではね、イランはね、サウジはねパトリオットミサイル1990年代にもアメリカ買ってるんですよね、要するに迎撃するシステムですよね。でもそれでもね、パトリオットミサイル、要するにミサイルとドローンとくっ飛んでくるでしょ、でね防空管制があってもね落とせないんですよ今の時代は。例えば北朝鮮から撃ってるでしょ、落とせないんです、そこまでの技術持ってない。いや一発になったらいいですよ、100発飛んできたらもう、もう何十発も落っこっちゃう。あ、そんな、それでいけないと、5発、10発、20発落としても80発がミサイル落っこっちゃう、うん、要するに今の戦争ってさ、
想像以上にさ、100機ぐらいドローンが飛んでくる感じなんですよ、飛行機が、うん、運のこと。そんなのさ、全部落とせないでしょ、その80機がバーンと起こって、そういう状況だと思うよ、な書いてないから分かんないけど、実際そうと思いますよ、100機ぐらい飛んできたと思うよ。一発飛んできたんじゃないでしょ、これ、一発にない。100機ぐらい飛んできたの。なんか確かにあの、ニュースとかで、こう撃ち落としたドローンの破片とかをこう公開してましたけど、少しはやる。じゃあ、あれ、撃ち落としたんじゃないんだ。落っこったへん。あ、落っこったへんですか。うん、だからその彼らは、ね、まあ、あの、なんていうの、あのサウジアラビアをね、そのあの悪く言わないで、よく言えば、あの今のパトリオットミサイルはね、あのそんなたくさん飛んできたあのドローンを全部撃ち落とせない。でもパトリオットミサイルって1機さ、あれ、いくらするのかな、何億円もするんですよね。ドローンって結構そんなに高くは飛ばないですもんね。違う、高く飛ぶんですけど、飛ぶんですか。今回の攻撃は全部低空飛行ですよ、もう地面すれすれ、全部レーダー網から。じゃあレーダーが感知できないってことですよね。感知できない、レーダー地面すれ、あの地球、これこの文章で地球のあのなんていうの、こう局面に沿って飛んできたって書いてある。だそれぐらいあのイランのミサイル精度が高い。1990年代に買ったやつだとするとちょっと、いや1990年代から買ってるっていうか、今でも最新製品持ってるんだけど、ただねサウジアラビアはね軍隊弱いの、イエメンに全然勝てないんだから。今回も占領されちゃったしね、サヌアは弱いの。でもね軍事力はアメリカ、中国、サウジアラビアで3番目、可能性だからね。まあまあ結局ダメなんだよね。この中に出てたトランプの選挙公約、そのミドルイーストからプレゼンスをこう下げてきますよっていう。いやだからもう、まあ、世界に対する世界の警察から足を洗って、うん、あの世界中のアフガニスタンとかねシリアとかって軍事を全部撤退していくよっていうのはトランプの考えだよね。だからある意味では軍事紛争を避けたい、イランとの戦争なんかも、いやイランとの戦争なんかねどう考えたってメイクセンスしませんよ、うん、だってアメリカ何のメリットあるの、イランと戦争して、うん、別に石油欲しいわけじゃないでしょアメリカね、イランとサウジ適当に戦争してよみたいな無理ですよね、勝手にやってみたいな、うん、でイランだって、まあ、制裁してるけど、うん、ただアメリカは本心から言えばローファーに勝ってね、イランと国務省はそれはアメリカは儲かるから、儲かりますよ、だって経済ねイランとやればそれは儲かるわけだからやりたいわけだけど、ハメネイがいるからできない、うん、ハメネイの演説っていうのはね必ずアメリカ殺せっていうあれから始まる。そうなんですか、うん、だからね不思議な国で、あの反アメリカとローハニの2つがこう首相とスープリーダーになってるっていうのは、いやだからそれだからサウジアラビアと同じくらいイラン国内って難しいんですよ、うん、管理がね。だからその中でどうやってあのトランプやっていこうとしてるのかっていうのは非常に難しい回想ですよね。だからそれを彼をちゃんとアドバイスできるよと、ボルトンはできませんからクビにしたんですけど、それは正しい。だからそれをちゃんと見てる人って果たして何人いるかですよね、アメリカの政府の中に。そんなにいないんじゃないかな。俺なんかさ、イラン散々勉強してきたけど、あんまり知ってる人はいないと思うんですよね。だからよく俺日本の新聞読んでないか分かんないけど、イランと戦争するんじゃないかなというふうな記事書いてるとすれば全くアホですよね、うん、ピントがずれてる、うん、それはやっぱりこういうふうな背景が分かってるからね。いや逆にイランの国内が戦争になる可能性の方が全然でかい。それはアメリカの CIA が一生懸命ローハニに支援してね、武器をどんどん入れてさ、うん、ローハニに頑張れよみたいな。でもクアズっていう革命軍隊とクアズと部隊2つあるんだけど、あれのハメネの忠誠心持ってる軍隊に、いやー勝つことは考えられないね。だから国民がやっぱりその反ハメネでアメリカの反アメリカの旗をどうやって下ろさせるかっていうねことなんでしょうね。ハメネがねスープリームリーダーって死ぬまでスープリームリーダーなんで、あの交代ないんですよね。だからそれと彼がどう、でもあの頑固アジアが変えるとは思えないね。どうなるのかなっていうね、自分のメンツもあるからサンクションしないわけにはいかないけど、やりすぎると余計な、そうなんだよ。だからね、あのそうなんだ、僕はね
そういうことだから僕は例えば、これのね、